え、ギフトがいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ駐車場っぽいよな。町営駐車場って書いてあるな。町営駐車場って書いてあるけど、この先行き止まりって書いてあるな。この、え、この先行き止まりって書いてあるぞ。この、え、行き止まりなの？息の止まりなの？目的地周辺です。音声案内を終了します。え、これ右駐車場？あれ本当だ、息の止まりだ。本当に息の止まりだわ。これ駐車場かな。埼玉県民は草食べてるけど飽きた。いや怖いな、あっちから行こうか。あ、なんかドカンと行ったらおしまいだもんね。公衆トイレ付近に駐車場ありだと。俺ここ来たことあんな、茂木島さんと来たな確か。でなんか地元の人から話聞いたな。暗いところ見えにくくなる。何もかも見えにくいですよ。何もかも見えにくいですよ。あれ、まあ、駐車場って どのようになってるこれ。やっぱりなく。あれ、やっぱりこれか。これ駐車場か。これが駐車場か。これが駐車場ね。はい、車止めさせていただきました。寒い。ですね、本日1軒目到着しました。ですね、今日はね OPQ マップっつって、うちのギスナーがマップを作ってくれてるんですけど、心霊スポットの。それを、回っていく感じです。僕は全然行ったことないとこ。ここがね、2つあって、まず八丁湖、農地に水を排水するために作られた人工的な湖。女性の霊が現れることで有名。夜に八丁湖の近くで立っていると、女性の霊に首を絞められる。八丁湖を一周すると足首をつかまれて湖に引きずり込まれる。周辺には廃墟や神社、黒岩横穴、墓群もあり、異様な雰囲気を放っている。とりあえず夜には行かない方がいい。地図に書いてあるものをそのまま読みました。でそのもう一個あるっつったでしょ。それがその黒岩横穴墓群ってとこなんだけど、多分こっから歩いていけんのかな。穴墓といえば吉見百穴が有名だが、黒岩横穴墓は吉見百穴よりも大規模な穴墓だという。
しかしその多くは未だ発掘されておらず、1877年に初めて発見された横穴の数が16個だったため、 地元では16穴とも呼ばれている。現在は30個以上の穴墓が発見されている。この場所で焼身自殺した人がいるという噂があり、全身が黒く焦げた、男性の幽霊が出没するって言われてるらしいです。まあちょっとじゃあ行ってみましょうか。ちょっと危ねえな。犯罪者がいるってことだもんな。首絞めるってさ、どういうことだ。引きずり込むとかさ、犯罪者だよね。なんでもねえな。懐中電灯と、充電を持ってきましょうかね。これはやべえな。これでもちょっと待ってね、もう一回一応見とこう。いや、やっぱないよな、新機能なんてな。どこにあるんだ。あ、入会ありがとうございます。今月もまたいろいろあるんでね、一緒に楽しみましょう。よし、ああ手袋忘れた。やべえ、これやべえぞ。手袋忘れは痛えぞマジで。なんか代わりのもんねえかな。足にあるサロンパスしかねえな。あ、危ねえ、助かった。死ぬとこだったわ。ちょっと待ってね、ボタンが閉めらんないのよ、寒くて。ちょっと待って待ってください、ちょっとだけ待ってください。よし、これどっけ。懐中電灯先つけちゃおう。中のものが見えるから。そしたらで、エンジン切っちゃおう。 Wi-Fi ポッケに入れちゃおさ、上げれるかな。ちょっと待って
変わったかな。首絞められるとか、ダボムだったらな、首ないからセーフだけどな。頑張るな。現在地ここですね。八丁湖一周する、右から行っても左から行っても黒岩横穴郡は行けんのか。なんだポンポン山って、あポンポン山って、とりあえず、ここは立ってると首を絞められる。八丁湖一周すると、あっ、びっくりした、なんだよお前、なん忍者か、びっくりした、フェアじゃねえだろお前、ふざけやがって、お前何してんの、何してんの、何、どうしたの、かゆいの、何、お前首絞めに来たんじゃないよな、なあ、首絞めに来たんじゃないよ、お前じゃないよな、なあ首絞めに来たのか、お前もしかして俺の、なあ首絞めに来たのか、首、なんだあいつ。止まってると立ってると女性に首を絞められるっていう噂と、あと一周すると足、なんだよ、なんで爪研いでんだよそこで、なんで爪研いでんだよ、爪研ぐなよ、今喋ってんじゃん。ここは立ってると女性に首を絞められる現象と、一周すると、足を掴まれて引きずり込まれる、多分この湖だと思うんだけどっていう現象、あとこの黒岩横穴墓群のところに焼身自殺で死んだ男性の噂があって、そこに真っ黒焦げの幽霊が出るという噂ですね。というわけで、じゃあ早速この八丁、おっ来た、お前なんだよ、お前なんだよ、本当に怖いんだよこれ、なんだん、もう怖いな本当に、もうなんだよ、なんでついてくんだよお前なんだよ、ガサゴソガサゴソ、怖いんだよ、そこいなさい、危ないから、さて一周しつつ黒岩横穴古墳群、目指してみたいと思います、うん、寒いな、まあ雰囲気あんね、多分落としてないから来てないよ、もう嘘だろ
何？もう何も持ってないよ、ご飯とか。何も持ってないよ。俺ついてきたってどうしようもないからね。何もないから。何？行く方向が一緒ってことか、ただ単にそういうことか、うん、じゃあついてくわ。幽霊いる？ここ、はっちゃん、はっちゃん幽霊いる？ここ、はっちゃん、はっちゃん、ここ幽霊いる？幽霊いる？はっちゃん、うん、はっちゃん行くよ俺は。びっくりした、しれっとついてきてたからさ何かと思ったよ。もう来ないでしょ。あ、あそこにいるわ。じゃあな、あっちゃん。オッケーオッケー、はっちゃんあそこまでしか行けないんだ多分。よし、寒い。あそこに何かある？あそこベンチだったよ。まさかあのベンチに幽霊が座ってるってこと？いや、あっちゃん、あっちゃん、ちょしれっと来てるわ。しれっと来てるわ。しれっと、しれっと来て右折したわ。あっち行った、あっち行った。じゃあな、あっちゃん。またな。またな。さて、まだ4分の1も歩いてないのかな。いやー、な、雰囲気はあるね、ここね。こっち側が湖、左側が湖の状態でずっと歩いてるんですけど、結構広い。でもあそこよりは広くないかな、おじゃが池よりは。声する、声する。ああ、釣りかな。釣りかな。釣りしてる人がいる？夜釣りだろうね。夜釣りのハウスマヌカンだ。これなんだ。リフレッシングドリンクス。ん？あ、びくしょ。なに？怖いんだって、だからお前ら何なんだよ。はい、八丁湖地域猫活動協議会以外の方は野良猫の管理行為、餌やり物置くをご遠慮くださいだそうです。ああ、ペット捨てる人が多いのかな。お前捨てらんたんかなあ。お前捨てられたんか？ん？すごい可愛い目してんな。これもしかペルシャ入ってる？ちょっとあんまりライト照らすとあれだから、ちょっとみんなにうまく、あのね、目が真っ黒なんだよな。
あ、そこになんかご飯があんのね、お水とかあんのね。そうか、なるほどね。そこ君のお家なんだ。ここお家なんだ。あ、すごい、猫ダンボールハウスがある。そこお家なんだね。ごめんね、失礼したね。ごめんごめん、怖いとか言っちゃってごめんね。うわ、上にもある。猫家すごい、ここ家になってんだごめんね、ありがとね、失礼しました、ごめんね。うん、猫団地だね。なんだろうこれ、なんか道があるね。え、何これ。いや、上行っても塞がれてんね。なんだろう、はあ、あれかな、はっちゃんも団地の住人かな。はっちゃんも団地の住人で入り口で真っ先に何かもらおうとしてはっちゃん半端ないよ、行動力が。いやー、ここ雰囲気あるな。俺でも一回来たことあるわ、うん、萌島さんと二人で来たわ。ここ一人は初だね。やっぱね、水辺の心霊スポットって好きでね、なんかこう、なんだろうね、この雰囲気にさ、ちょっとやられちゃうんだよね。うん、そん時猫いたかな、覚えてないな。そうだね、結構水辺だとカエルが鳴いてうるさいもんね。こんばんは。今日はですね、 OPQ マップのこの間神奈川県見に行ったんですが、今回はね埼玉県の方を、回ってます。なのでちょっと僕は本当に全然知らない、初めての場所にほぼ行くような感じです。ここはね、一人で来るのは初めてですけど、以前一回来たことありますね、はい、そうですね。ご心霊スポットに設定されていて、八丁湖と言いまして、立ってると女の幽霊に、女の幽霊が立ってるのと、あと普通に人が立ってると首を絞めてくるっていうのと、あと八丁湖を一周すると足を掴まれて引きずり込まれるっていう話と、あとこれのどっかにあるんですけど、黒岩横穴郡っていうところがあって、そこで男性が焼身自殺した噂があって、黒焦げの幽霊が出るっていう噂がある場所ですね。え、なんかまあいいや、っていう噂がある場所です。すべて OPQ マップの情報ですね。うん、とりあえず首は絞められてないです、今のところ。でまだ一周はしてないんで、引きずり込まれてることもないですね。横穴古墳群ってどこだろう、看板あんのかな。魚釣りダメだね。うん、
地図ないもんな。ちょっと待ってね、 Google マップで見てみよう。ちょっと待ってね。ここをちょっと押すんだっけかな。あ、ここで充電する。そうですね、今日は一人ですね。今ここでしょう。あ、まだ先っぽいな。ぐんぐん。まだ先っぽいな。となると肝試しかもしれないですね、さっきの声は。よいしょ。いや、なんか怖え。やだなここ。あの雰囲気にやられちゃいますねここ。いや怖えな。あ、だそうです、あの。どっかの影でね、なんか合体しててもこっちサーモで丸見えなんだよね。いやー参ったな。まだこれ半分も来てないね。なんかびっくりした、人に見えた、あの東屋の手前のなんか看板みたいなの。人だったら笑うけどな。東屋だ。あ、書いてあんな、右が黒岩横穴の墓群か。ああ、釣ってんなこれな、釣ってんな俺な。釣ってんな。全然釣ってんな俺。ああ釣ってるもん、ほらうちは釣ってんもんな、うちは釣ってっからな、これ半端ねえよこれ。ん、これがずれただけか。あ、人埋めてんな、これな。ショベルあるわ。人埋めてるわ。こっちじゃないよね。こっちにずっと行くんだよね。いや、まあでも自殺はあるでしょう。まあ結構な数、まあこういった規模のところでね、ないわけないからね。
かもそういう数々のやっぱりね心霊スポットと言われる公園だったりとかこういう池だったりとか来て地元の方に話聞くと、まあやっぱり何回も発見してるからね。朝のその散歩の時とかさ、なんかやっぱり猫に餌やりとかで東屋にいる人とかさ、みんな発見してるもんね。なんだあれ、あ、なんか火事防止みたいな、いや今足音聞こえたんだよな、アスファルト歩く足音。猫じゃないね、あの俺と同じような 足音、アスファルトを人が歩いてるような感じ。ちょっと怖いな。ちょっと怖いよ、もう帰りたいなんかやだ、何あれ、何なのあの中の木の歩くとこ、バカじゃない、何あれ、これ何、これトイレ、バカじゃない。あ、ここか、これ右に行けってことか。じゃあとりあえず先行くか、トイレは置いといて。例えばさ、まあ、DVD のネタバラシになっちゃうんだけど、まあ次の新しいのが出るからね、で話だけで実際の映像は見れないからいいんだけど、あのね九州の心霊スポットのとこで、で焼却炉だこれ、車止めてさ開かないようになってる、焼いてんなこれな、うん、その駐車場に車止めて、であの公園に向かって歩いてったんですよ。したのがねピピ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 みたいな音がしてて、なんだろうと思って、でトイレが見えたんだけど、どうもそのトイレから鳴り出してんだよね。でなんだこれ、あれこれもしかしてその多目的、なんだこれ、多目的トイレの緊急用のあれじゃないかと思って、でドア半開きになってたのよ。で誰かいますかって声かけて、誰も声かけしなかったから、ちょっと倒れてたらまずいなと思って開けたら誰もいないんだよね。で普通にそのピピピピピってやつをさ、なんかこっちで止めれたから止めたんだけどおかしいんだよね誰が鳴らしたんだっていう話になってさ、うん、そんな映像がありますね。この辺かな、穴違うかな、心霊 VS の九州編に入ってますね。九州もいろいろあったな本当。ポンポン山八丁湖、あ、これここ？あ、書いてある。
黒岩横穴墓群は明治10年ねねぎん根岸無化をはじめ地方の有志によって発掘され16基の横穴が見つかったので通称16穴と呼ばれた。明治11年オーストラリア公使ヘンギー・シーボルトが明治12年には大森貝塚の発見者として有名なエドワード・モースが、視察に来ている、横穴墓群は百穴谷、首切り谷、地獄谷、茶臼谷、なんだ、神社谷の5箇所に分布しており、この一帯の斜面には未発掘の横穴が多数、なんていうの、埋没していて、その総数は500基以上と推定され、国指定史跡である吉見百穴よりもはるかに大規模で極めて良好に保存されていると感じられる。そうなん？どれ？王傑坊群って言うんだ。ありがとうございます。王傑坊群っていうそうです。どれ王傑坊群、真っ黒い霊が出るんだよね。どこにあんの横穴。これかな。あった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 。うわこれか。ある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 。わ綺麗だわ。こんなんがいっぱいあんのか。16基ってことはもう草むらにほぼ埋もれてんのか。この多分看板が立ってるところがそうだなにあるんだな。看板あんじゃん。どっかあんだろう。穴っぽこ。ないな。ウサギ、ウサギ、ウサギいる。ノウサギめっちゃ跳ねてた。ノウサギがめっちゃ跳ねてる。はあ、びっくりした。なんだここ。
ここにだから黒い真っ黒焦げの幽霊が出るんでしょう。あ、マムシもいんの。うん、冬でよかった。あ、シバさんだ。リフトありがとうございます。今の声どういう、うんってやつ、うんってやつだったら俺だね。飛行機か。なんか耳が変になってきた。なんだろうこれ。水の中いるみたい。なんだ。気持ち悪い。もしかして俺、危ない、こけた。このちっこい木の、たかがこんなちっこい木の枝で足くじきそうになった。もしかして俺引きずり込まれかけてんのかな。もしかしてだけど、もうもはやもう引きずり込まれかけてんのかな。現在地がここ。あ、半分来たな。半分来たわ。ちょっとトイレ見てこう。綺麗ですね。あ、これこういう、非常ベル。変なの変なのこれ変だね。鏡は横についてる。
なんだこれ。なんだろうな。なんだろうね。何のために横につけてんだろう。まあ理由があるよね。おそらくその角度じゃないと映っちゃう。トゲがあるね。なんか書いてある。ああこれ古墳群なんないか。うん、オーブですか。オーブは簡単に取れますよ。うん、なんて書いてある。あ、稲城神社か。原原なのかな。原伏見稲城神社。原稲城神社。オーブはね、あの動画でも簡単に撮れますよ。部屋の中にナイトショットとかあるカメラあるでしょ。赤外線カメラ、あれつけて服バサバサってやったらオーブが舞いまくりますよ。そうですね、中国由来のあれですね、トゲですね。いや神社だしさこれは噂ない場所だから、うん、それ誇りじゃんって。いやそれがオーブなんですよそれがオーブなんですよ。オーブっていうのはまあ誇りだったりとか、あの空気中のまあ水蒸気とかそういうものなんですけど、でいや誇りは誇りに映るじゃんと思うでしょ。あのねカメラの特性でピントが合わないものっていうのは、さカメラのピントを合わすところが丸いから丸く映るんですよ。どんなもんでもボヤーンって。でそれがそのピントが合わないホコリが丸く映ってるだけなんですよね。なんか走ってんの基本はね、うん、ただその池田大先生が作ったらしいそのオーブって言葉なんですけど、池田先生が言うオーブはもしかしたらあるのかもしれないです。はい。あの先生がまあそのオーブって言葉をまあ生み出したんですけど、その池田大先生が言うオーブってものが実際に存在するかもしれません。ほとんどはまあホコリだったりとか水蒸気だったりで説明つくんですが、でもその中に本当の心霊現象というねオーブである可能性はありますよ。なんか歩いてんの。それはありますよ。うん、オーブである可能性はありますからね。あの池田大先生が言ってるんですから間違いないですよ、うん、
オカルトなんてプロレスだからさ、本当。プロレスバカにしてんじゃないよ。僕プロレス大好きですよ。格闘技も好きだし。でもオカルトって基本プロレスものが多いんで、それをいかに楽しめるかだと思うんですよね、僕は。うん。そう思います、僕は。だからそれを なんだろう、本当だと思って見てしまうと、やっぱ良くない。プロレスだと思って見てね、楽しめばいいんだけど、一部の人は本当に信じてしまってね、良くない道に入ってしまうかもしれないじゃないですか。変な人に勧誘されてとかね、僕はそういうのがちょっと怖いですね、やっぱり。さて今半周しましたね。いやそう、音がね結構すんのよと。これ上の方民家とかあんのかな、もしかしたら。あ、誕生日なの。わ、おめでとうございます。おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。車かバイクの音だと思う。あーんっていうのは多分上道なんだよね、これ多分ね。あー、民家がないのか。じゃあ単純に道があってそこを歩いてるってことかな。街灯っぽいの見えんだよね、上に。結構上だけど、だそこ道路でありみたいな感じなんじゃないかなと思うんですけど、ああ怖えな。あ、プレゼントゴシランダムなんてあるんだ。七瀬さんありがとうございます。ありがとうございます。ゴルフ練習場、おい、今自分のカバンでこの葉っぱこすってびっくりした。くそ。あ、そういえばね、今日俺めっちゃ怖い話聞いた。あの今日撮影で、おー葉っぱ落ちてきた。今日撮影でさ、その朝から移動してたんだけど、まあ、移動中でさ、その横の子にとずっと話してたんだけど、あの最近心霊写真を手に入れたんですけど、全裸さんって幽霊を追ってんすよね普段。ちょっと、あ、そう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 、ね、心霊写真はい見ますとか言って、なんかすげえ機嫌悪そうなの。何心霊、なんです、なんかあったのって。そのどっかのスポット行って撮ったとか。いや、なんかそのこの間彼氏のスマホになんか知らない女と写ってる写真があって、これ何って聞いたら、心霊写真って言うんですよこれっつって見せられて思い出しちゃった。もうどう見てもさ、どう見てもなんか爆笑してあ、完全にこれ幽霊だねって言ったらそうですか。いや幽霊だ、これ幽霊以外いねえよこれはつって
ダメだ。なあ、思い出したらダメだ。ちょっと一旦リセットしましょう。よし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 、オッケー。よしオッケー。うん。いや、僕ね、あんな怖い心霊写真見たの初めてだわ。あんな怖い。びっくりした。なんだよ。鳥か？びっくりした。ほえ、びっくりした。おお、もうリセットした瞬間だからビビった。これ2キロあんのかこれ。2キロあんの。そりゃ時間かかるこれ。詐欺なんだ今の。びっくりした。寒いね。なんかあの姫っちゅうかなんかさ、くしゃみっぽく聞こえた。なんかって何かと思ったの。いや、なんかどんよりしてるな。ゼンちゃんってなんだ、うん、俺のくしゃみハクションって感じかな。やっぱまあかっこいい感じだよね、やっぱくしゃみもね、うん、いやー、しかし本当怖い。おー、びっくりした、びっくりした。何やこれ、びっくりした。召喚獣ギバヤさん、土屋小林先生ありがとうございます。びっくりした今。おい、なんか俺地面からなんか生えてきたのかと思ったよ。びっくりした。なんか生えてきたんかと思ったな。びっくりした。おー、びっくりした。いや、これね、みんなびっくりしすぎと思うでしょ、思うでしょ、まあ、こんな場所にさ一人で歩いててさ、でみんなのコメントを見、うわすごいや霧が、みんなのコメントを見るためにさ画面見ながら歩いてるんですよほぼ。そうするとね、画面にいきなり何かが起きるんですよ。びっくりする。だから目視でこう見てる感じと一緒で画面を見てるから、何か起きたんってびっくりするんだよね。これはね、本当にびっくりするんだわ。なんかでっかい岩あんな。そう、もう、そう、もはや現実よ。もう、あの、現実。バーチャルレアリティよ。バーチャルレアリティみたいなもんよ、本当に。もう、その、もはや。バーチャルレアリティ。これさ、一周し終わったら足引っ張られて引きずり込まれるらしいんだけど、やだな。正直やだな。なんかそういうのやだな。
ドクロになってた集合写真それ見たいな、うん、おびっくりした、どこにでもいるなお前ら、それ寝てた、あ、いやいや大丈夫、何もしないです、な、伸びてんの、伸びすんだ、もしかしてそこが家なのかなお前の、ごめんね、このシャツのとこが家なのかな、ね、もしかしてそうかもね、また爪研いでるわ、また爪研いでる、ごめんね、お邪魔したね、行きますね、ごゆっくり、小学生が来た、あ、月が見える、写真持ってない、その後輩は亡くなったと聞きました、あらーね、え原因が何だったかわからないけどね、ちょっと悲しいね、めっちゃキノコ生えてない、うん、なんだこんなキノコ生えてんだろう、恋すんの、いや食べないよ、食べないでしょ普通、食べないでしょ、知識もないのにあのキノコ食べないでしょ普通、食えないよ、ハッピーなっちゃまずいだろう。本当に。毒にしてって、毒にしたと俺は誰に食わすんだあのキノコ毒にして大丈夫だったっつって誰があれを食うんだよあのキノコをさ幽霊が見える毒キノコだったら毒じゃねえかよ、猫のためになんで俺はキノコ毒味しなきゃいけないんだよ、なんなの、なんでだよ、そうだよ、だからなんかあの辺の猫が食ってなさそうだから、あのキノコあれダメなキノコだろう、うん、木の枝が折れてぶら下がってて怖いな、
今日ちょっとロケハンのようにさ、がっつり数パパッと見て回る予定だったのにさ、ここでめっちゃ時間かかっちゃってるわ。まさかこんな広いスポットだと思わなかったよ。これはやばいわ。いや広いわ、本当に広い。いや来てない、ダボムと。ここ森島さんと来たのは覚えてる、確か。1400m、 あと 600m で到着かな。今無料っすね、多分設定間違えてなければ。これで引きずり込まれて湖に落とされたら死ぬな俺な。え？車か。びっくりした、ヘッドライトがここまで届くんだ。びっくりした。上に登ってく道があるんだね。今わかるかな、車が登ってってんのが。だから上にやっぱり道があるね。いや俺はハゲてないから、俺の頭は光らないから。今飛行機上通ってますね。このゴーッと音は飛行機ですね。飛行機っす、ゴーってやつはね。飛行機っす、何回聞くんだよ。飛行機ですねって言わしたいだけだろなあ。いくらなんでも分かったろな。本当に、いやハゲてないよ、うん、この音飛行機だよ、うん、飛行機飛ぶよ。なんか音？飛行機だよ、うん、ハゲの音ってなんだよ、どんな音すんだよ。なんでハゲがゴーって言うんだよなあ。ゴーって言うか、ハゲがなあ。逆になんか抵抗力なくてゴーとは言わないだろう、うん、どうすれば好きだった人を忘れられますか。忘れる必要があるのかな、うん、はい、一周しました。では僕が
引きずり込まれるかどうかですね。ちょうどここかな、一周地点。首を絞められる可能性もあるんだよね、待って立ってると。ちょっと一服して待とうか。じゃあこれポイントだから。あ、こんばんは。ちょっとじゃあ一服だけしてその状況を待ってみましょう。よいしょ、このベンチで、うん、引きずり込まれるか首を絞められるか分かりませんが、よいしょ。カメラ防水じゃないですよ。だから落ちたら終わりですよ配信。落ちたら配信終わりです。そこで猫はどっかいいんじゃないですかね、多分はっちゃんは、うん、寒い。こんばんは皆さん、今日はですね、OPQ マップといいまして、うちのギスナーが心霊スポットのマップを制作してくれてるんですが、そこに載っている埼玉県のスポットを、見て回ろうっていうことで、とりあえず今、2件同時に見に来てます。八丁湖と黒岩、なんだっけ、なんだっけ、なんか読み方あるんだけど、横穴墓、2箇所を今ちょっと見てきました。あ、王傑軍、その王傑軍の方では真っ黒焦げの霊が出るっていう噂と、あとここでは、八丁湖では女性の霊が出るで、湖のところで立ってると首を絞められる、八丁湖を一周すると足をつかまれ引きずり込まれるって噂があるらしいです。で今ちょうど一周終わりました。一周2キロでしたね。なんでちょっとまあ一服する間ここで待ってみたいと思います。首を絞められるのか引きずり込まれるのか、どうなんですかね。どうもです。いや、首は絞められる、足は引っ張られるってなったらもうめちゃくちゃだよね。いや、ズラじゃないからね、うん、右回りでしたね今は。反時計回り、締めやすいようにはしてないですね。もう寒いんですよ。めっちゃ気温低いし水場だし、うん、いや植えてないですね。ふっさふさっすね、うん、お疲れ様です。三河鹿は幽霊さんたちで調整してくれ、わかんないですね、うん、何にも起きないですね今のところ。うん、自分はマジで首も絞められたし腕引きずられた経験あります。それ何、なんか彼女とか嫁さんとかにってこと？どんな悪さしたの？もしかしてなんか他の人と写ってる
女の人の写真、これ心霊写真って言ったの。びっくりしたな、本当にな。本当怖かったな、あの心霊写真。あ、ライト消してみる？じゃあライト消してみましょう。月が見えますね。いや来ないね、来ないよ、これ寒いだけだよ。次行こうか。いやね、次行こう、寒いだけだ。行きましょう。寒いだけ。次行きます。うわ、水辺はやばいね、やっぱり。お茶ありがとうございます。めっちゃ来たな、ななしさん。お茶お茶のテトギスみたいになってんだけど。すごい V の字になってる。お茶、お茶、お茶ありがとうございます。お茶がえらいことになってる。防寒着買ってきてるんですけど、もうそれでも寒いんすよ、それでも寒いんす。寒い、コスモじゃ寒いだろ。コスモ薄いもん、この気温はコスモ無理だよ。あ、お茶さんギフトありがとうございます。頭は寒くないよ、全然寒くないよ。頭は何を言ってんだよ。今日は12月8日日曜日です。何言ってんだよ日曜日って。これ充電されてんのかな、これで。あ、されてんの、これでされてんだ。ちょっと待って、どうしよう、これカバンがハンドルとも、ハンドルと股間の間に挟まって抜けなくなっちゃって、危なかった。